はい、皆さん、こんにちは。進歩党代表の鈴木伸二です。最近ですね、自民党とですね、岸田政権に対する不満の高まりがおそらく背景にあると思うんですが、首相候補制とか、大統領制の導入をですね、求めるような声が、ネット上で結構多くなってるような感じがします。で、私たちはですね、昔から、この結党当初からですね、日本型の大統領制の導入というのを、訴えているわけですね。天皇と大統領が共存すると。さらにですね、フランスとか、台湾型の、この首相と大統領が共存するという、反大統領制と、一般的に言われているものなんですけど、そういった形で、この日本でですね、天皇制、共存する形で、大統領制を導入する、反大統領制を導入するということを訴えているわけです。で、首相候補制とか、大統領制、私は当然、いいと思ってるんですけど、どういうふうにそれぞれ違うのかということですね。で、首相候補制っていうのはですね、一般的にその首相を、国民投票というような形で、選ぶということになっているわけですね。ただ、これですね、気をつけなきゃいけないのは、その選ぶのだけ、要するにその首長みたいに一般投票にするというだけではですね、かえってこの今よりですね、政治が不安定になってしまうという可能性があるということなんですね。実際にですね、やはりその議会と選挙と、大統領というか、この首相の選挙が全く切り離されてしまうと、議会で全くその権限がない人がですね、権力基盤がない人が選ばれてしまうと。かえってですね、その議会との対立が激しくなって、で、この議員、内閣不信任を出させられてですね、提出されて、で、その議会で与党が過半数を得ていないから、簡単に内閣不信任、通ってしまう。で、またその総選挙やると。そういうことで、かえって不安定化するということが、考えられるわけです。実際、今問題になっているイスラエルという国ですね。昔、この国はですね、そもそもこの国は共和国なんで大統領というのがいるんですけれど、しかし大統領にほとんど権限持ってないですね、政治的な権限、象徴のような存在であって、で、その首相はですね、公選で、この実際に選ばれていたわけです。ただし、イスラエルという国は、非常に、多民族国家なわけですから、その利益を反映するため、比例代表制が、全面的に導入されているわけですね。そうすると、どうなるかというふうになると、過半数取れる政党がないわけです。で、その中で、その議会と切り離された形で、首相が選ばれてしまって、で、かえってですね、首相のこの権力基盤が弱くなってしまったということで、結局この首相候補制というのはですね、5年で廃止されてしまったわけです。なんで、この首相候補制というかですね、大統領制でもいいんですけど、国のリーダーを、この直接候補制で選ぶという制度を、憲法を改正することが必要なんですけど、これを導入する際には、やはりですね、議会がですね、その簡単に不信任案を出して、議会の過半数のですね、不信任案で通ってしまうと。で、クビになると。こういうことはやっぱりですね、避けるべきですね。今の日本の首長、都道府県知事とか、市町村長というのはですね、よほどのことがない限りですね、議会からですね、クビにならないわけです。で、こういうふうにですね、よっぽど弾劾とかですね、そういうことがない限りは、この一度公選で選ばれた、この国のリーダーというのですね、しっかりとその任期の中のですね、地位を保障するということが、その必要なんかなというふうに思うわけです。また、二つ必要なことがあって、これはですね、まずは、
2回投票制、決選投票制を導入すべきだということですね。まあ、フランスの大統領制というのはそういうふうになっているわけなんですけれど、これですね、まあ、アメリカの大統領制でもそうなんですし、まあ、アメリカちょっと特殊じゃ特殊なんですが、まあ、台湾の総統制でもいいんですけれど、その1回目だけの相対、多数決のですね、投票だと、有権者の過半数の信任を得ていない人がですね、まあ、消極的にも得ていない人が、まあ、その国のリーダーになってしまうと。例えば、4人ぐらいですね、皆さん25%、4人有力候補者がいて、25%それぞれですね、近く取ってて、1人だけ25%プラスアルファを取っていたということで、まあ、選ばれてしまった。結局、4人に1人ですね、支持しか受けてないで、当選してしまうわけです。で、これはやはりですね、非常にその支障が多くなってしまうということで、私はやはりですね、決選投票制を導入して、1回目の投票で過半数の信任を、まあ、その得票を得た候補がいない場合は、上位2人で決選投票をやると。まあ、こういったことが必要なんじゃないかなというふうに思うわけです。で、もう一つはですね、その議会の選挙の時期ですね。これですね、全くその議会と大統領というか、まあ、公選の首相でも、まあ、何でもいいんですけれど、名前がですね、その国のリーダーの選挙を全く時期的にも切り離されてしまうと、例えば韓国みたいですね、大統領と、まあ、議会にですね、与党が違うとねじれが起きてしまうと。で、韓国の場合、もっと一番良くないのは、大統領にですね、その議会解散する権限もなくて、もうその、ずっとずれてるわけですね。まあ、これはもう本当に、その韓国の場合はですね、議会の選挙の前に大統領が一回辞任しなきゃ合わないという、こういうちょっとおかしなことになってるわけなんで、やはりですね、その、まあ、大統領というか、首相でも、まあ、どっちでも国のリーダーですね、まあ、議会を簡単に解散するっていう権限は、まあ、そんなに与えるべきじゃないと思うんですね。まあ、例えば、首相なりですね、まあ、内閣不信任案に相当するようなものが出されたという時だったら、まあ、いいと思うんですよ。あとは、まあ、だからねじれ国会見たが、あってとかね。だけれど、まあ、そんな簡単にですね、今の日本みたいに、自分のこの子たちの権力者の都合がいい時期に、まあ、議会を解散するというのは、まあ、ちょっとやめるべきだというふうに思います。これはまた改めて思いますけれど、まあ、一番理想なのはですね、まあ、大統領というか、首相というか、まあ、国のリーダーが、選挙で選ばれた後にですね、まあ、1ヶ月か2ヶ月ぐらい遅れて、その選挙が、議会の選挙が行われると。例えば、日本だったら衆議院選挙が行われて、で、同時に参議院選挙も行われると。まあ、こういうような形にですね、したらいいんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、どうなるかというとですね、その国のリーダーの任期と、まあ、衆議院、まあ、下院のですね、議員の任期というのを合わせる必要があるし、まあ、上院の、まあ、参議院でもいいんですけど、それも結局ある程度調整するという任期は今から変える必要はあるんじゃないかな、任期の長さですね、変える必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、どうなるかっていうと、そうするとですね、やはりこの大統領なり、まあ、首相なり、国のリーダーが、まあ、選ばれたんだから、その状況を受けて、じゃあ議会はどうするっていうふうに考えると、やはりですね、このなかなかねじれになりにくいと、まあ、こういうことがあるわけですね。今回、台湾ですね、総統選挙が行われて、まあ、与党、民進党のですね、ライさんが選ばれたわけなんですけど、議会選挙ですね、一方に同時で選ばれて、まあ、ねじれ国会というか、どの党も過半数が、得ることができなかったんですね。これはやはり同時に選ぶからそういうふうになっちゃうわけであって、やはりですね、じゃあこの人にですね、国のリーダーが決まったと。で、その後を受けて、じゃあ本当にねじれっていうのがいいのかと、もうちょっと冷静になるねじれがいいのかということを冷静に国民に考えさせる機会を与えた後に、まあ、議会選挙を行うと。こういうことが、まあ、必要なんじゃないかなというふうに思うわけです。で、私たちはこういった、このタームですね、を、この主張してるわけです。
そうすると、やはりですね、今よりも、まあ、よっぽどですね、このまともな、公正な政治が、起きるんではないかというふうに期待しているわけです。ですから、まあ、私たちですね、私たちはその日本型大統領制というふうに言ってるんですけれど、まあ、いずれにしましてもですね、国のリーダーを公選で選ぶと。これはですね、まあ、考えてみれば、この地方レベルでは、日本全体的にそうなんですね。地方自治体の首長全員公選で選ばれているわけですから、国だけ、そうしないというのはおかしいということです。まあ、これはですね、この議院内閣制を日本が一応、まあ、実質的に君主国家だから取っていて、君主国家のモデルであるイギリスの真似しているだけなんですけれど、ただイギリスでもですね、最近はその議院内閣制に対して、まあ、もうしょっちゅうイギリスももう首相コロコロ変わってますし、まあ、このトラスさんみたいにですね、もう、1ヶ月ぐらいかな、もう経たないうちにすぐ辞めちゃったような人がいますし、ね、まあ、こういったことからですね、イギリスでもこういった、今のですね、院内閣制に対する不満というのがまあ高まってきているわけです。私たちはやはりですね、国民のリーダーをしっかりと、国民が1票で選ぶ、直接選ぶと、こういったことをやるのがですね、今の政治不信を解消するのには必要だというふうに思います。このチャンネル、あ、すみません、この動画が良いと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、LINE の友達もですね、登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。